はい、こんにちは、ピカですね。グランツーリスモ7やっていきたいと思います。今日何をするかというと、ワイルドスピード、ドミニクが乗っていたチャージャーですね、これを完全再現していきたいと思います。父の形見としてね、残されたチャージャー、これに乗るドミニクですね、これをやっていきたいと思います。ポチッとな。あらあら、母さん今日はどこへお出かけですか？さあ、GT オートに来て何をするのでしょう？ワイドボディにするのでしょうか？え、ワイドボディたったこんだけ？どっちなんだろう。ワイドボディじゃない気がする。前回の動画でね、ブライアンのスープラをね再現しましたが、どうやらワイドボディじゃなかったらしい。ちょっと後で修正しとこうかね。さあ、ということでスタイルを検索しとこうかな。おお、どうやらね、ドミークのチャージャーワイドボディっぽいね、これ。なんでちょっとワイドボディ加工しますわ。ドミニク、ドームズチャージャーできた。さあ、これにリバリーをね当てていこう。これか。うわ、かっけ。やべえ、アメ車やっぱかっこいいな、これ。これじゃんねえ、ドミニクのさ、チャージャーじゃん、これ完璧。ちょっと違うけど、まあいろいろ、まあええわ。めっちゃいい。うわ、やべ、かっこいい。しびれるな、これ。ドミニクの父親になった気分でチューニングしていこう。息子にあげるとしたら、まあ安全な車がいいからな。まあノスは入れてるよね、当然ね。息子にあげんだろ。息子にあげるならもうめんどくせえようにフルチューンするな、俺だったら。フルチューンに息子、俺の息子興味ないんだけど、車興味ないんだけど、大丈夫か。さあ、もう全部やる。息子にやるなら全部やる。ああ、もうスーパーチャージャーも入れてしまう、当然ね。当然入れる。駅間にもやる。はい、ブレーキパッドもやる。フルカスタムサスペンションは入れる。レーシングクラッチも入れる。それどう？クランクシャフトも入れる。 7155cc だよ、すげえなあ。低回転型、いや高回転型スーパーチャージャーだな。そしてフルカスタム LSD、 そして当然剛性アップはする。ここまではやる。はい、当然ボアアップもする。やべえ、840馬力になっちゃった。そして軽量化するだろう。こんなクソ重い車はダメだ。軽量化ステージ1。そしてスポーツソフトを履いて、スポーツソフトレギュレーションだからね。軽量化ステージ2もやる。1370、まだ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 重いっす。はい、そして軽量化ステージ3、1275まで来た。さらにやるぞ。設定なしいや、まあ1275だったらいいだろう。はい、ということですごいマシンできた。なんと840馬力、1275キロのマシン出来上がりました。すごいぞこれ。これすごいと思うんだけど、まあ、ちょっと待って、その前にこれをセッティングして走る前にちょっとやっておきたいことがある。このスープラ、ブライアンのね、コウォーカーのスープラを正しくね直したいと思います。ワイドボディじゃなかったらしいよ。だからちょっとワイドボディにしちゃったんで、スープラの新品ボディ買います。新品ボディ2640万円もする嘘でしょ新品ボディ、ねえねえねえって、あれ、ワイドじゃなくて適用できた？え、どうなってんのこれこれどう、え、ワイド、え、ワイドボディじゃないよね。え、ちょっと待って、ワイド状態、なんでワイド状態なの？新品ボディ、新品ノーマルボディ、もう一回購入。え、ちょっと待って、もう一回購入。え、2回も購入したけどね俺どうなった？え、ワイドボディじゃない、バグった、バグ、ええ、ワイドカーのまんまだよこれ。新品ボディどうやって、え、ホイールとかがダメなのかな。ちょっと待って、一回これにして、いやいや、これでさ新品ボディでしょ。
ボディの状態を初期化、新品ノーマルボディ、ポチ2640万。ポチ、え、一応ホイールをノーマルに戻したらポチ、ワイドか、どうなっとんの、戻んないんだけど。ちょっと待って、ワイドボディになりっぱなしなんですけど、ちょっと新品のスープラ売ってください。俺の新品のスープラなくなっとる。なんで？なんで？新品ボディ3つも買ったのに、ワイドボディになりっぱなし。なんで？なんでなのこれ？なんでそんなことされなかんの？なんで？本当になんで？みんなに言われたんだもん。ワイドボディじゃないよってみんなに言われたの。ワイドボディになってる。怒られたのに、ワイドボディにしかならんくなっとるわ。許して、ワイドボディでも許して。ねえ、ワイドボディで許したって、もうこれでええやん。マジでわかんないんだけど、え、マジで新品のボディに戻んないんだけど、これすいません、戻し方教えてください。誰かわかったら教えてください。そして俺のお金がどこに消えたか教えてください。どこに消えたか、俺のお金、俺のお金が消えました。新品ボディ3台分消えました。はい、ということでワイルドスピードのねワンシーン出来上がった。はい、じゃあちょっとね、このねドミニクのチャージャー乗っていきたいと思います。ワイドボディ、ワイドボディのワンマイ、なんで、マジでわかんないんだけど。さあやっていこう。さあ、それじゃあね、ダッチチャージャー何馬力かわかんないぐらい出てるしを行ってみよう。うおお、やば、どの辺から来んの、やばい、うお、やば、これなんだこれ、父ちゃん乗るのが怖い、乗るのが怖いよ父ちゃん。ドミニク言ってたよね、父ちゃんの方。あ、でも悪くないハンドリングだぞ。ちょ、フロントのトレッドがめっちゃ広い感じ、めちゃめちゃ鋭いね。あー、いい音だな、ブラーンみたいな V8 サウンド、 V8 スーパーチャージャーサウンド。うーい、すげえ、わあ、でもそんなになんか馬力ある感じしないけどな。でもなんかトルクあって5速でいいんじゃねえか説あるな、これ。いくぞー、ちょっと待って、こっからの立て直せる俺、すごい。なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ、やばい。あー、カーボンブレーキ、カーボンブレーキ、カーボンブレーキ。やば、もうやばいわこれ。トルクの立ち上がり、やっぱもうちょっとやっぱ下から来た方が、あ、違うなこれ、このぐらいの高回転型のスーパーチャージャーだから5速まで運転できるのか。あ、でもそんなにハンドリング悪くないぞ。いけ、
こっちなんかなんていうのこれ、エンジンの感性で持ってかれるようななんか感じがする。ねじれてる、車体がねじれる感じがする。ちょっと楽しくなってきた。これはこれでよいしょよいしょ、ういー、あーこれスープだといい勝負かもしんねえな、案外な。どっちもシャーシが負けてる。うわー父ちゃんぶつけてしまったよー。はい、ということで、ブライアン出てきな、スープラで勝負だ。俺たちを騙しやがったな、お前警官だったんだろう。もう許さねえ、お前やっつけてやる。ドミニク、逃がすわけにはいかない。俺が警察だとバレてしまった以上。うわ早い、でも大丈夫、こっちにはノスがついている。ノスオン、いけー。350キロだった、350キロ。おお止まった、カーボンブレーキ。遅いぞドミニク、何している。スープラの方が速いに決まっているじゃないか。なぜなら俺は日本人だからだ。日本車が速いに決まっている。そんなな、腐れ雨車なんかに負けるか。腐れではない、やべ、各方面に、各方面にごめんなさい、各方面ごめんなさい、日本車が好きすぎて。うわー来た、ドミニク来た。ドミニクやめてくれ、やめてくれ、ドミニクやめてくれ、やめてくれ、分かった分かった、腐れじゃない、お父さんの形見だった。ごめん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 、言い方間違えた、マジで言い方間違えた。いやいや、ほんとごめんって、ほんとごめんって、ほんとごめんって、煽ってくんじゃねえよお前、マジで危ないって、危ないって、日本の首都高危ないからね。本当に、ちょちょちょ、待て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 、マジでマジで危ないって。あーいいえ、スープラ、あーいい、あー止まんないこれ、止まる止まる止まる、おおおお、ギリ止まった。うわー行かれた、ラインを塞ぐな。うおーすごいな、火出てる。はいや、大丈夫、こっちには大丈夫、セクションミスしてもこっちにはノスがある、ノスオン。うわー、怖い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 、はいや、350キロ速くない。うわーコーナーで迫る、コーナー、コーナーで俺が負けるなんて、アンダー出た、アンダー出た。
こいい。ここ怖いんだよな。ちょっとマジだけど。あいつも。ドミニク、もうついてこれまい。後ろからなんか来るぞ。なんだあれ、警察？え？え、ドミニク。え、後ろ警察？なんでなんで？おいおいお前、おいやめろ、俺を止めてどうする。え、お前らが警察？俺が警察じゃないの？お前来る？え、何これ、ダッチつながり、ダッチのパ、あーやめろ。なんで俺追っかけんだ。来るな来るな、なんで俺を止めようとすんの。やめろ、俺を止めようとす、俺にぶつけてくんのやめろ。なんで、俺警察なんだけど。おい、お前らちょっと大丈夫か、大丈夫か、おい、俺が警察なんだけど。邪魔すんじゃない、逃げちゃうじゃないか、あいつ。なんでそれラインを塞ぐんだ、邪魔だって。俺が警察だって、俺も警察なんだって。おい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 、待って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 、ぶつけてくんな、ぶつけてくんなって。あいつ逃げちゃったじゃねえかよ、おい、お前らどっちの味方なんだよ、おい。うわうわ、怖い怖い怖い、なんでぶつけてくんの、ぶつけてくんだって。やってらんねえよこれ。